はい。ということで、まあ、今回はですね、鬼滅の刃あ、柱稽古編から完結までの流れまとめということで、まあ、こんな感じで、もうですね、柱稽古編、無限上編、で、そして無残線編で、なんと完結なんですよね、えー。そういったものを今回はですね、えー、詳細すべてまとめてきたので、えー、ぜひとも最後までご覧ください。さあ、もう早速やっていきましょう Thank <laughs> you. はい、ということで、まあ、まず柱稽古編なんですが、柱稽古編とはですね、柱よりも下の階級のものが柱を順番にめくり、稽古をつけてもらえるというね、特別な編となっております。で、その柱稽古の様子を描いたのが柱稽古編ということで、まあ、大きく物語が進むことはないんですが、そんなですね、柱稽古編の詳細がこちらです。 ということで柱稽古編はですね原作が128話から139話までということで、まあ、原作全12話分となっておりますでアニメでいうとだいたい約6話分だよということで、まあ、半クールくらいの内容となっておりますはい まあそんな感じで柱稽古編楽しみですね。さあ続いて無限上編なんですが、あ無限上編とはですね、すべての柱あ、そして炭治郎たち同期がいきなり無限上に集められてしまい、残りの上限のすべてえ、そして無惨との熾烈な全面戦争を行っていくね、最高で最悪の編となっております。 はい。で、そしてそんな無限上編の詳細なんですが、まあ、全部まとめるとこんな感じですね。え無限上編はあ原作の140話からあ180話までと、まあ、なっておりまして、まあ、全41話分ですね。で、アニメで言うと大体約24話ということで、まあ、そんな感じでえ、無限上編に関しましては、あ前半と、まあ、後半で分かれるんじゃないかなと思いましたので、まあ ちちょっととね、えー、そちらも今回明かしていいいきたいなと思いますはい、ということで、まあ、そんな無限上編の前半なんですが、あ前半がですね、えー、原作の140話から163話ということで、まあ、全24話分ですね。で内容としましてはあ、上限の3の赤座と、まあ、まずはバチバチに戦っていくとい、まあ、ったところがですね、まあ、今回ね、うん、中心で描かれてくるんじゃないかなというふうに思います。 思いますで、そしてねえ、上限の2のドーマですね、えドーマ戦の方が、うん、描かれてくるんじゃないかなというふうに思います。で、163はねえ、見てもらったら分かると思うんですが、まあ、もう本当にドーマ戦のクライマックスというか、 もう一番霧のいいところですよね、えー。そこで、まあね、無限上編の前半っていうのは終わるんじゃないかなというふうに思っております。で、アニメで言うと、まあ約14話分ということで、うん、そんな感じのね、まあ内容となりそうです。まあなので、まあ前半の方が少し長めで、まあボリューミーな内容とね、まあなってくるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、そして後半なんですが、あ そんな無限上編の後半はですね、原作の164話からスタートいたしまして、180話までということでね、全17話分となっております。で、そんなですね、無限上編後半の内容が、国、まあ、死望戦ということで、まあね、後半はね、本当に国死望との戦いをね、中心に描いていくだけなんですよね。まあ、それだけで、まあ、だいぶ原作がね、 うん、量ありますから、まあ、後半となってくるんじゃないかなというふうに思います。で国志に関しては赤座と、まあ、ドーマよりも内容的にね 物語の根幹に関わってくる部分が多いので、うんまあ、後半一括りにするんじゃないかなというふうに思います。はい。で、そんなアニメがですね、約10話ということで、まあ、もしかしたら、まあ、ここですね、ワンクールでやるんじゃなくて、映画で、劇場版でやるっていう可能性も、まあ、結構あるなというふうに思いましたね。うんまあ、無限上編映画化するんだったら、 まあここなんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということで、まあ、そんな感じで最後ですね、無残戦編ということで見ていきたいなと思うんですが、あまず無残戦編とはですね、最終回まで一気に駆け巡る無残の本気 vs、鬼殺隊の本気がぶつかり合う最終決戦となっております。 はい。で、そしてですね、そんな詳細がですね、こちらということで、無残戦編はですね、原作の181話から205話ですね、全25話分となっております。で、205話に関しましては、まあ、もう本当に最終回ですね、原作の最終回まで一気に進むんじゃないかなというふうに思っております。で、無残戦編結構ね、まあ、ボリューミーなんですが、まあまずね 考えられる内容としましては映画化ですよねうんまあ劇場版の方で、うん、やるっていうのがまあ皆さんねだいぶ求めているんじゃないかなという風に思いますまあで映画化に関しましてはまあ可能なんですが、まあ、原作の内容と、まあ、ボリューミー的に、まあ、ちょっとこう映画がね 厳しいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、どっちかっていうとテレビでやった方が、まあ、なんか綺麗にうん、うまく落とし込めるんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん尺的な都合上ですね。 テレビの方がうまくまとまるんじゃないかなというふうに思ったんですが、まあ、映画の方でも全然いけるんじゃないかなとは思っておりますねでそんな、まあ、アニメがですね大体約11話分ということで、まあ、テレビでやってもね、まあ、可能だし、まあ、映画の方でやっても可能なんじゃないかなというふうに思っておりますはいということで、まあ、そんな感じで完結までなんですがあなんとですね皆さん 原作残り78話分で、そしてアニメで言うと大体約41話で完結するということで、アニメの方もね、最終回がなかなか近くなってきましたね。いやー、ちょっと寂しいですけども、まあ、もう物語として後半にね、入っていますね。 はい。ということで、まあ、そんなですね、柱稽古編から完結までの、まあね、放送年表なんですが、まあ、ざっと紹介していきましょうか。まあ、こんな感じとなりそうです。さあ、まず柱稽古編なんですが、まあ、2023年の12月、まあ、年内放送あるんじゃないかなというふうに思っております。 で、無限上編の前半がですね、2024年の10月から放送を開始して、後半が2026年の1月に放送を開始するんじゃないかなというふうに思っております。大、ま、体、あ、いいですね、そんな感じとなりそうです。で、最後ですね、無残線編の方が2027年の4月にね、放送開始となるんじゃないかなというふうに 思っておりまして、まあ長く見積もっても、まあ、2027年内のね、まあ、完結っていうのが、まあ、ちょっとこう見えてきたんですよね。 はい。まあ、はい。ということで、まあ、完結に関しましては、2027年の、まあ、7月の、まあ、夏あたりになるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、テレビで放送した場合ですね。えー、そんな感じとなりそうです。まあ、今から3年後、まあ、ちょうど3年ぐらいで、うん、だいたい完結なんですかね。まあ、ちなみに、えー、アニメ7周年ということで、まあ、777でね、 いやめちゃくちゃ縁起がいいんですよね。はい。ということで、まあ、そんな7の、まあ、つく年で、まあ、完結と、まあ、なってくるんじゃないかなというふうに思いますね。アニメ7周年、そして2027年の夏あたりが、まあ、ちょうどこうね、完結に近いということで。まあ、はい。ということで、まあ、残り3年間ですが、まあ、まずはですね、柱稽古編の方ね、 早く公開してほしいですね。はい、ということで皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。